推薦状の交付が先ほど行われましたが、はい、その受け止めをお願いいたします。はい、先の党首会談を受けて2冠2選で、推薦の前進を図るということが合意され、公明党の5人の選挙区候補について、推薦をする決定をいただきました。今日その推薦状の交付ということで、岸田文雄総裁自ら、G7 にお帰りになってお疲れのとこ直接交付をいただくことができました。合わせて、この推薦状と必勝の色紙も総裁名また茂木幹事長名で、それぞれのものをいただくことができました。まあ、こうした両党の審議に基づいて、推薦が整ったわけであります。岸田総裁からは両党の協力がまた一歩前進したように思いますと、しっかり、推薦をして応援しますので頑張ってくださいと、まあ、こういう激励もいただきました。これらの協力の取り組みにしっかり我が党としてもお応えをして、ご選挙区勝利をもって、結果を出したいとこのように思っております。私から以上です。各社さんどうぞ。すみません、共同通信なんですけど、はい、これからの、まあ、公明党から、はい、自民党側への、推薦が、はい、焦点となりますが、はい、どのような形で行っていくのか改めてお願いします。はい、岸田総裁はじめ自民党側の推薦に感謝を申し上げつつ、私の方から今度は公明党として自民党の推薦依頼をいただいたそれぞれ、県本部県連で協議の上推薦の決定を順次行ってまいりますということを申し上げました。よろしくお願いしますということでしたので、それが一歩一歩進むことによって、お互いのこの選挙協力が前進していくものと思われます。これが実のあるものとして選挙に臨み結果を出して安定した政権運営の基盤をしっかり築いていきたいとお決意を新たにいたしました。はい、公明党から自民党へ その推薦は、はい、まあ、先日その地方で、まあ、地方レベルで協議を重ねて順次ということでしたけれども、はい、まあ、最速で第一弾といいますか、それはいつ頃に得られるというふうに今見てらっしゃるでしょうか。うん、まあ、それぞれ自民党の県連と我が党の県本部それぞれ協議をした上でということですから、まあ、各地域いろいろ事情がありますので、いずれにしても整うところは速やかに行いたいと、そして順次加速していきたいとこのように思っております。読売の前田です。はい、もともとはその昨年末までの合意というのを目指していましたけれども、残り参院選まで日数限られていますけれども、この短い期間での取り組みというのはいかがかお考えでしょうか。まあ、ただでさえ参議院選挙もこの度はコロナの感染もあり、衆議院選挙も昨年あったところから遅れた取り組みになっていることは否めません。しかしそういう状況の下でお互いに選挙協力を前進させるとこういう決断で今進み始めたところでありますので、できるだけ早くその状況を整えたいと思っております。すいません、もう一点NHK です。はい、先ほどご紹介していただいた他に岸田総理と山口代表でこうやり取りっていうのはありましたでしょうか。まあ、G7 で、お帰りになった直後ということですので、本当にお疲れのところありがとうございました。心を込めて、感謝を申し上げました。岸田総理の方はまあ、この推薦状の交付ができたということで、大きくこのお互いの推薦の状況が前進したと、まあ、そういう晴れ晴れとした表情をされていたように伺いました。我々としてもそうした誠意にお応えしていきたいとこのように思いました。よろしいでしょうか。以上になります。ありがとうございます。はい、終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。